にちは、シャンシャンです。今回は書道上達術、草書の書き方にです。さて、今回のダメダメさんは、あ、それアウトです。一筆書きくん、草書はつなげて書くので一筆書きのようになりますが、にょろにょろと書くものではありません。もう少し崩れていない字を見てみましょう。一本の線ではなく、一画一画独立してます。改めてこの字を見てみると、線と線がつながってしまっているのです。そのつながった字を書くためには速度に注意しなければいけません。まずは手で漢字をつかんでみましょう。トン、トン、1、2、3、一画ずつ書くイメージ。それがつながってしまって、トン、トー、ち、にぎ、さん。このリズムを口ずさみながら、トン、トー、お、ち、にぎ、さん。見比べてみると、線質の違いが一目瞭然です。ありがとうございました。またの動画で。